理由でお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで。いや、私黒龍酒造さんの酒粕を前に山田さんから分けていただいてたんですよ。水のお父さんとこのね。だからちょっとせっかくなんで牛乳の中に黒龍さんの酒粕を入れます。ふふふふ。いや、今回あれなんです。甘酒のココアをせっかくだから作りたいなと思って。作るといっても混ぜるだけなんです。みんなも簡単だよ。うちは普段はお水の中に酒粕を入れて甘酒、生姜入れたりとかお砂糖入れたりで甘酒作るんですけど、バレンタインだしココアがいいかなと思って。体にもいいしね。なのでそうしたいと思います。すごい、ちょっとこの IH の感じすごいですね。さあ、果たして溶けるんでしょうか、この時間内に。そう、結構酒粕は溶けないんですよ。意外にね、時間かかっちゃって。なんでちょっと時間短縮のため、今まさかのスプーンで酒粕を切ってます。でもバレンタインに甘酒ってあんまり聞いたことなくないですか。どうなんだろう、これ普通にこのまま溶かしてるのも絵が持たないので、ちょっと待ってください、今作るからね。いい感じ、溶けてきた。そう、酒粕ってね、自然な甘みはあるんですけど、意外にしっかりお砂糖を入れないと甘さはね出なかったりするので、甜菜糖を入れます。あとは買ってきてもらったココアパウダー入れます。なんとなくで作ります。このパウダーはどれぐらい入れるといいんだろう。私は初めてなんですよね、酒粕ココアをこうやってお鍋で作るの。酒粕、黒龍さんの酒粕とココアパウダーなんて超贅沢。すっごいいい香りしてます。あ、すごい、ちょっと中見てみて。すごいバレンタイン感あるけど酒粕渋い。くから大変。どれぐらい入れるべき？よいしょ、ちょっと周り拭きますね。ありがとうございます。ということで甘酒ココア完成です。エンディングに移ります。甘、おいしい。